ちがやゆれるのちののお話。はるか彼方昔のこと、八ヶ岳は富士山より高かったという。富士山と八ヶ岳の神様の背比べ。負けてしまった富士山は悔しくて悔しくて八ヶ岳の頭を蹴飛ばした。八ヶ岳は崩れ落ち、八つに分かれ、富士山より低くなった。そうして八ヶ岳の裾野に広がったこの地に私たちが暮らし始めた。家を作り火を起こす、服を作り身につける、土器を作り料理をする。春には山菜や木の芽を、夏には魚を、秋には木の実やキノコを取り、冬には狩りをし、蓄えたもので過ごす。ここには山の恵みがある。自然に祈り、家族で過ごす。これが私たちの始まり。私たちは知恵をつけていく。大陸から知恵が伝わってくる。山あいから低地へ移り、水田を作り、畑を作った。米に麦、粟、冷え、きびに大豆や小豆。自分たちで育てることを覚えた。暮らすこと、生きること、祈りは私たちと共にあった。雨に風に太陽に祈る。山に谷水に祈る。生きとし生けるものに祈る。7年に一度、私たちは大きな祈りを捧げてきた。この地に住む者の役割。人が行き交う道ができた。遠くからやってきては去っていく。その人たちはこの地でしばし休憩した。道は文化も開いてくれる。相撲に芝居に曲芸に、仕事の合間の楽しみができた。厳しく長い冬には冬の仕事を、トンカントンカン鍛冶仕事、ノコギリの切れ味は寒さが作る。寒さに耐えながら歌を歌って、寒天やしみ豆腐作り。田園を広げるための工夫もした。滝を、堰を、水路を作って、低地にも水を届ける。山からの水は冷たすぎるので湖やため池を作って温めて田んぼへ。八ヶ岳おろしの風は松林を作って防いだ。今に続く能の風景。時代は進み、町は発展する。商店街はにぎわい、馬車は車になり、バスも走る。電気が通り、電車が通り、電話が通る。工場で働く人も増えた。訪れる人も増えた。それでも私たちの暮らすこの地は、先人の暮らしが積み重なってできている。土地と対話し、神秘の風景を私たちは守っている。遥か彼方昔から変わるものと変わらないもの、私たちを抱く山々は変わらず私たちを見つめ続ける。